キリトじゃない。幸いなことに全品売り切れよ。次の品を揃えるためにも素材集めに行かないとね。嬉しい限りよ。願ってもない提案ね。だけどいいの？獣系のモンスターがドロップする素材よ。もちろん質は高い方がいいわ。なるほど、フォローエリアか。助かるわ。フォローミッションってのをやるのね。まあやり方はキリトに任せる。ええ、よろしく頼むわね。何をターゲットにするかド忘れしちゃったら遠慮なく私に聞いて。十分よ。ええ、もちろん。こんなに早く品切れなんて嬉しい誤算だったわ。確かにお客の入りはこっちの方が多いかも。その分腕の見せ所よ。商品を揃えるための素材集めは相変わらず大変だけどね。助かるわキリト、今回は本当にありがとう。あら、キリトじゃない。ちょうどいいところに来たわね。物分かりが良くて助かるわ。またあんたが手伝ってくれると助かるんだけど。褒めたって何も出ないわよ。からドロップできる素材を急に利用になっちゃってね。なるべく上質なものがいいわ。フォローエリアならそういう素材も集まりやすいんでしょ。よーし、それじゃあ早速行きましょう。よろしく頼むわねキリト。商品用に使うわけじゃないの。日々の練習は単純なスキル上げっていうだけじゃなく、常にやっておかないといけないことだと思っているの。家事なんて言ってもほとんどはシステムが勝手にやってくれる。だけどいいものを作りたいって思いがないと本当にいいものはできない気がしてね。こう見えて真面目な性格なのよ。こき使ってやるから待ってなさいよね。あら、キリトじゃない。ちょうどあんたを探してたのよ。ええ、お願いできる？爬虫類系モンスターがドロップする素材アイテムが欲しいの。どうしたの？バランスが狂わないギリギリで売ってるんだけどね。確かにもっと高値にしてもいい品は多いわ。まあ分かった上での値段設定なのよ。理由は今回の素材集めが終わったら話すから。ええ、リザードマンとかサーギ
了解。ええ、ちゃんと揃ってるわね。そうね。そういえば、私の店が安い理由、話す約束だったわね。私さ、アークソフィアに上がってきて、それでそのまま戻れなくなったじゃない？それでね、初めはとても不安だったの。レベルも足りてないし、店だって失うし。私みたいな状況に陥った人が随分な数いることは知ってるでしょ。そうした人たちの力になれるようにってことで、少しでも安くていいものを提供してるってわけ。あんたやアスナみたいな攻略組と比べたらこのくらい大したことじゃないわよ。でもまあ、あんたにそう思ってもらえて悪い気はしないけどね。さてと、そろそろ宿に戻りましょうか。また素材が欲しくなったらお願いすると思う。あら、キリトじゃない。ちょっといい？実はね、武器生成に使える素材の補充がしたいのよ。え、なら連れて行ってよ。ちょっとなら平気じゃない？私のメイススキルをなめないでよね。前もこんなやりとりがあったわよね。とにかく目的が同じならわざわざ別に行く必要なんてあるかしら。鍛冶職人として同行したいの。キリトの言うことをきちんと守るから。了解よ。十分に気をつけるわ。ええ、よろしくね。お疲れ様、リゼ。あんたこそお疲れ様。いい素材が手に入ったわ。リゼ、ほら。ほらって、え、これってキリトがドロップした素材でしょ？もともとリゼにプレゼントするためにこの素材を取りに来たんだ。え、な、何を急に。前にリゼ自身の話を聞かせてくれただろ。仮想に戻れなくなったプレイヤーのためにリズは自分のできる最大限のことをしている。そんなリズに俺も協力したかったんだ。キリト、ありがとう。それじゃあこれは遠慮なく使わせてもらうわ。ねえ、一つ聞いてほしいことがあるの。なんだ？そもそも私がこうしてみんなのために頑張っているのはね、キリト、あんたのおかげなのよ。キリトと前にインゴットを取りに行った時、私はあんたから熱をもらった。その熱が
私に SAO はただのゲームじゃない、みんな生きてるんだって気づかせてくれたの。武器を撃つことも素材を加工することも全てが本物の日常なんだってね。リーズ、それからは他のみんなも心を持った人間だって強く思うようになったんだ。だから困った人には手を差し伸べる。私もみんなに心を、熱をあげるの。リズのその思いはすでにみんなに届いているはずだよ。ありがとう、そう思ってくれて。これからも素材探しや手伝えることがあったら手を貸すよ。言ったわね、覚悟しなさい。さてと、それじゃあ町に戻りましょうか。キリト、店に寄って行きなさいよ。あ、なんで？あんたの件、私が丹精込めて研いであげるわ。特別価格でね。特別価格？多くの人には安く提供するけど、取れるところからは取らないと。おい、あのな、リズベット武具店をこれからもよろしくね。どうかしたの？